はい、じゃあここはネクストライフの北郎さんが作った車です。すごいな、これ初めて見たんですけど、これがね、何も貼ってないとこから見たけど、すごい。っていうか、かっこいいな。ね、こうロゴとか入ったりさ、キャリアもついてて。おお、すごいじゃないこれ。板張りがね、バンライフって感じの、少しこう重ねてる感じで、まるで屋根みたいな感じになってます。だ、すごいな。僕がお借りしてたリトルモンスターとね、車種は同じなんだけど、これだけね、外装のマットブラックと内装のブラウン調が入るとは、かなりかっこいいです。はい、ライトカラーはアンバーカラーを採用して、間接照明ね、すごくおしゃれな間接照明してますね。いいなこれ、遊びの一台だな。はい、バグトラックブース、これもおなじみですね。なんとね、これ僕がドラム缶風呂入ってるやつを採用してくれてるっていうね、嬉しい。そしてドラム缶風呂の展示もあります。やばいでしょこれ。これね、バグトラでね、積んでこれるサイズなんですよ、このテーブルね。ドラム缶に本気でテーブル作っちゃう人たちなんで、やばいですね。そこにはスノコが敷いてあるんですね。このラダーはバグトラ用のラダーをね、そのままドラム缶の登るはしごにしてる。すごいね。このランタンフックとかね、車にこう取り外しがいらなくてね、折りたたんでおけるっていうランタンフック、いいよね。もう忘れたの？あれ？忘れたの？入り方か。足が今つってます。足つってます。ってあげらんないんですよ。はい、もっと顔決めて、顔もっと決めて。これめっちゃいい。よいしょ。おお。すごい。しっかり入れる。はい、こちらの車両はなんと長野のキャンパーフェスで拝見したあのめちゃめちゃかっこいいバンライフです。うわー、すごいっすね。やっぱりここ今はこうやって工具をね引っ掛けて、仕事道具をここに多分入れてる感じですね。でこっちはもう完全に、まあホテルだね、言っちゃえばね。すげえな、相変わらず。今日はね、こっちのバンをリノベーションしてるみたいですね。こういった作業台とこういった木材などで、リノベーションするということですね。こちらの車両です。よろしくお願いします。わあ、すごい。うわあ、本当あの一人暮らしの 1K みたいな感じですよね。キッチンがここにあって、はい、うわ、これベッドにする場合って、これはもうこのままベッドみたいな、まあ、あのこういう形でベッドになっていて、本当はスノコ的な感じになってて、はい、ここもまあベッド、はい、で窓もあってテレビに、これがまたいいですね。あったかい熱したりやって、これ一人だったらもう最高ですね。
あ、綺麗カットした杖なんですね、はい、もっとこう簡易なかなと思ったら、はい、そういうモデルもございます。あ、簡易モデルもあるんですね、はい、はい、じゃあこれキッチンね。僕ね、あのトレーラーハウスにね将来住みたいんで、こう今いろいろお話聞いたんですけど、すごい楽しいですね。こうキッチンがあって、このゲートがあることで、まあ子供とかワンちゃんとかね、僕あの犬が飼いたいんで、こうワンちゃんとかもねそっちで寝てもらってとかできますもんね。外に急に出ないようにと か、キャンピングカーだけじゃなくてね、こういった暮らしのね部分っていうのかな、そういうのを見るのも楽しいね。ちょっとすいません暗いけど、結構デカめのクローゼットです。キャリーケースも入りますからね。これね、一人二人だったらもう最高だと思うな。で、まあ、ちょっとしたこうね、あのテーブル、椅子があります。こっちはね、折りたたみ式ですね。じゃないと、あのこっちのね、トイレの方にアクセスできなくなるので、折りたたみになってますね。これが一応ソファー兼、ベッドって感じですね。一応、展示モデルはね、このサイズなんだけど、フルオーダー式なんで、中も自由にできます。大きな窓、テレビ。でね、これおしゃれだよね。これ、いや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 、このサイズでもこういう天井のファンがあるとさ、一気にこうおしゃれになるね。僕あんまりね、湯船に浸かるのが苦手なので、いつもシャワーなんですけど、これシャワールームね。全然いいよね、シャワールームで。トイレよ、めっちゃ綺麗じゃない、トイレ。こんなよ、うわ、最高。上でさ、ちょっと YouTube とかね、編集しながら、このさ、ファンが回ってて、光がこう、パッパッパッパってなる感じ、おしゃれなカフェみたいだよね。なんだよ、この外装、めっちゃくそおしゃれ。庭にあってもいいよね。すごいおしゃれ。まあ、キストが憧れるな。めっちゃ面白いの来た。うわ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 、座が敷いてありますね。そして障子、まあアンドン風のね、ルームライト。かわいい。すごくいいこれ。ちなみにこれ引き出し式だね、テーブル。普段は収納して展開できる。ここも広げる。すごいじゃん。あのホワイトはヨーロッパで実はキャンピングカーの原産地の一番多いのがマクレット。こちらも少し変えて、少しお話しいただいてもいいでしょうか。
ワイルハウスエリア、ね、結構見たことある方が多いです。